んにちは、マスター。はい、実は私、人を探しているのです。朝の5時頃からずっと探しているのですが、不思議と全く見つかりません。あ、厳密には探しているのは人ではなくて神です。もっと正しく言うと、どうしてわかったのですか？でも、はい、そうです。どうしても今日中に姉様たちにお会いしたくて。私、知りました。バレンタインデーですよね。今日という日は当世では大切な意味を持っており、故にこそ一部のサーバントたちやカルデアのスタッフの方々が騒いでいるのでしょう。私も大切な誰かに伝えたいです、この気持ちを。だから、良いのですか？マスターにとっても、今日は特別な日なのですよね。だったら、きっとやめておいた方がいいです。ごめんなさい。私が探しても探しても出会えないのは、姉様たちが意図して隠れているからだと思うのです。理由は、わかりません。ふざけていらっしゃるのかもしれないし、何か他の理由があるのかも。この私ではなくて、他の霊気で座に刻まれたメドゥーサ。エクストラクラスの英霊としてのゴルゴーンや、成長していく私に関係しているのかもしれません。いずれにせよ、姉様たちを探し出すのは困難なはずです。私ですか？本当に？私は未熟な存在に過ぎて。あ、でも、姿であれば確かに完璧であられる姉様たちに近しいものではあるけど。でも、私ですよ。魔感も未成熟だし、能力全般も劣っているはずで、霊気だってどちらかというと不安定で、その。ありがとうございます。嬉しいです。はあ、わかりました。いえ、わかりました。では一緒に姉様たちを探しに行きましょう。でもその前に、はい、こちらを。この私と契約してくださったマスターへの気持ちです。